はいどうも、こまみれです。えー、今日は台ワのリールのお話でございます。まあ、自分はこの時代を知らないからね、あんまり何とも言えないんだけど、えー、まあ、事の発端はね、こいつなんですよ。スティーズのスピニングモデル。こいつがなんか去年から、えー、リニューアルするぞみたいな噂がちらほら流れておりますね。まあ、確定情報ではないんで、まあ、話半分くらいで聞い取ってもらえたらいいんですけど、えー、こいつなんですよ。 こいつがリで、えー、まあ最近、このね、流通しとらんからさ、あのー、周りにね、中古は確かにヤフオクにあったりするけど、プレーね、ついたりとかさ、それこそ、あのー、ダイワのイグジスト、うん、あいつがもうあの、ベースになっとるわけで、このね、スティーズのスピニングモデルも、かなりの名器としてね、扱われとって、うん、すごいわけよ。 で、こいつがリニューアルするってなったときに、まあ、今の台話の流れですから、当然、モノコック化、ね、すると思われるんですよ。うん。けど、そこでね、俺、ほおっと思ったことがあってさ、ね、やっぱこのね、台話のこのスピーニングリール、ないし、このイグジストだけを取ったとしても、04のイグジストから始まって、05か。 ゼロのイグジストから始まってね、あの、リアル4の設計思想だったりとか、それこそ2010年にマグシールドが生まれて、そいつが搭載されたりとか、あとモノコック化したりとか、ね。2018年モノコック化したりやしとるわけじゃないか。もっと前もか。ね。こういうのが。できとるわけじゃないですか。そのね、イグジストベース。ね、このスティーズスピニングはもしリニューアルするとしたら、リアル4のまま、 行くのか、えー、やっぱりモノコック化しちゃうのかっていうねこれ結構重要なんですようんモノコックっていいけどその今台場がやっとる、えー、フィネスカスタムってモデルあるじゃないですかあれってモノコックである意味ないんですよモノコックの強みって結局のとここういうねボディのね あのー、内容量というかスペースをでかくすることによって、えー、ギアが大口径ができる大径形化のギアがあるってことはそれだけねフンってトルクが効く強い巻きができるそしてこのね、あのー、モノコック、まあ、リアル4からの、えー、設計思想なんだけどこのエンジンプレートとかで挟み込むっていうことにして あのののギアのブレってのを極限まで落とすそうすることによって巻き心地素晴らしい巻き心地を、えー、実現したっていうね本当になんかあのなんだろうあの製品として素晴らしい、えー、技術なわけですよそのリアル4の設計思想をベースに作られたスピニングがスティーズなわけですからこれがモノコック化することによってでスティーズだからどうしてもバス のえーラインね、2500番の LINE だったりとかあとはまあちょっと色気出したりしたらなんて言うんでしょうねあの2000番とか1000番はないかもしれんけど2000番くらいはあるかもしれんなってあってもなんかそのフィネスカスタム版の、うん、モノコック化するんだったらねでそのフィネスカスタムの、まあ、1000番2000番でノーマルの えー、2500番みたいなラインナップになっちゃうっていうね、うん、で今言ったようにあのフィネスカスタムってのは結局ボディが1000番だからちっちゃいんですよ、うん、あの普通の普通のそのね大口径ギアが入るとかじゃなくてもうボディ自体がちゃんともう軽,軽さとかその感度とかを重視するために小型化しとるからあのいくらモノコックとはいえシマノよりちょっと大きいくらいっていう 島田と比べてほんのちょっとだけ大きいかもしれんけど、その台話で見たときに、じゃあモノコック、ね、大光景ギアの恩恵を受けられるかと言ったら、えー、そうではないんですよ。まあ、こんな、この話を前もやったんですけどね、あの、このね、モノコックと、なんかそういうのってなんか二律背反するよな、みたいな。まあ、そのときは ATD だ, AT だったから、まだ話は別なんだけど、うん。 だそうなってくるとね、このスティーズがモノコック化することって、果たして喜ばれることなんだろうかっていう。うん。まあ生放送でもこの話を聞いたんだけどね、やっぱりその、なんでしょう。リアル4っていうこの設計思想って、やっぱ素晴らしかったらしくて、うん。そのね、題はね、で、これ絶対ここで一悶着起きると思っとるんですよ。ね。ユーザーからしたら、やっぱ0ね、05のイグジストが、 えーね、生放送でもそういう声があったんですけどあのもうゴールに近い、うん、この限りなくゴールに近づいたあの素晴らしい製品だっていう「ゼゴ5イグジストっていうもう台湾の歴史に残る名機だっていうね、うん、そういうものなんですけど、ね、台湾からしたらこの歴史ってのがあるわけでさやっぱりこのモノコック化っていうのはねリアル4からの過程なわけじゃないですかねこのリアル4があくまでもゴールではなく過程であっ でマグシールドをぶち込んだりとかあとねあのモノコックボディ化したりとかっていうことになって、うん、絶対ここでね一悶着起きると思うんだよなだってねこの05とかこういうねあのリアル4のイグジストが好きで それに付随して、例えばスティーズだったりとか、あとプレッソリミテッドとか、ああいう魚種専用リールなんかが好きだったのに、モノコック化したら、じゃあ意味があるんかなっていう。 うん、しかも小型バンテだからねあのモノコックの恩恵が受けられないんだったらじゃあモノコックにする必要ないじゃないかっていうねとてもとても矛盾が発生するんですけどまあメーカーからしたらやっぱ生産の都合っていうのがあるからさねいつまでもこのリアル4のね、えー、部品を作るっていうのも、ね、大変だし何よりも工場の生産ラインっていうのがありますから、うん、そういう兼ね合いもあってねやっぱり島ノがねあの企画の統一化やっとるようにやっぱ工業 工業製品っていうのはどうしてもねあの企画の統一化っていうのはね、えー、いいんですよメリットがでかいんですよ、うん、けどユーザーとしてはやっぱリアル4のこのスティーズがいいからこそこれだけ愛しとる再販だって望みのどるねあのプレネがついてもネットで転売のやつを買うっていうくらいなわけでうん ここは絶対揉めるなと思って。だからね、あの生放送でも聞いたんですけど、まあこの動画をお聞きの人がおったら、ぜひね、あのちょっとコメント欄に残してほしい気持ちがあるんですけど、皆さんにとってね、ねこのリアル4っていうのはゴールですかそれとも途中ですか、うん、っていうのがねあのちょ、そういうなんかクエスチョンを残してね、あのこの動画を締めたいとは思うんですけど、 うん、やっぱ俺はこの時代を知らんからねそもそもステラとかだったら「01ステラ」がね今でも語り継がれる名機って言ってさ台話には台和でね「0 5イグジストって名機があるわけですよ。うん、やっぱなんかこういうのってやっぱねまあマノみたいに変わらないことがいいっていう時ねこともあって。 で台話みたいに変わりだからこそねあのこのね客からしたらさねどっちも変わらんかったりどっちも変わり続けたりしたら選びにくいじゃないですか <laughs> だから変わらないものと変わり続けるものっていうのがあるっていうのはユーザーとしたら嬉しい。 っていうののがあるんだけどそのね全体見た時に大和と島野で見た時にそういうメリットがあるかもしれんけど島の単品大和単品で見たらじゃあね変わらない方が良かったっていう大和派の人もおるしね変わってほしいっていう島の派の人もおるしっていうまあここら辺がちょっと難しいですよねどうしてもうんまあそれも面白さの一つではあるんだけどねはい是非ねあのー 聞いていただければ、あのちょっとコメント欄にいろいろ意見を述べていただければと思います、本当うん。でも多分ね、モノ国化するだろうな。意味のないモノ国化するだろうな。うん。これ普通にこれ欲しいんだけどね、このリアル4の設計思想だったら、あの、缶釣り。うん。エリアトラウトの人たちにね、なんかめちゃくちゃ人気らしくて、実は。バス用のリールなんだけど。<laughs> うん。うん、すごい良いらしくて。 うん、実はそっちにも盛り上がっとったっていうね。うん、一度使ってみたいなって気持ちはあるんだけどね。このリアルフォーっていうね。モノコックじゃなくてリアルフォーっていうのを使ってみたいっていうのがあるんやけど、高いからね。らこれ低価でだって、店売りが大体ね、5万ちょっと。えー、割引聞いて4万3000とかで買えるんかな。店売り。うん、今、中古でそれくらいだからね。<laughs> 中かなり使い倒された中古で、それくらいの値段するから。 うんーってなるよね。<laughs> まあ、ラインキャバがちょっと俺、俺のあれじゃ。まあ、フロロの2.5、100メートル巻いたらちょうどいいくらいか。クランク、小物釣りのクランクにはいいかもしれんな。うん、まあ、そんな話は置いておき。うん。うん、まあ、ぜひね、あのー、コメント欄でお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。以上、コバミリでした。うん